Hi guys, how are you doing? Welcome to another lesson on Akidomi TV. Today, I'm going to teach you some alternatives for I don't know. I don't know is the most popular expression when you don't have a knowledge of something. But if you keep using that, conversation will go boring. So expressions I'm going to teach you today will make your speech more natural. ということで今日は I don't know の代わりに使われる expressions を集めてみました。この Akidomi TV は長年の英会話講師の経験のある私がためになる英語動画をいっぱい上げております。ぜひチャンネル登録していただいて他のレッスンもご覧ください。それでは Let's get started。 はい、それではですね I don't know の代わりになるエクスプレッションを今日お勉強しましょう。まず I don't know なんですけど発音ですね。 I don't know ではないです。I don't know。 このフレーズはよく使われますのでいちいち切って発音しません。 I don't know、 I don't know。 N と T と No がくっつく感じですね。 I don't know、 I don't know。 で、はっきり相手に伝えるために I do not know、 I do not know という人もいます。これも一つの I don't know の別バージョンですね。あとくっつけて Do know、 Do knowという人もいます。ただこれはちょっと若い人が使うみたいで、私も最近まで知らなかったんですけども、あんまり私の代が使う単語ではないかなと思いますけど、まあ知っててもいいでしょう。 Do know、 Do know って言いますね。 I don't know っていうのは言い方によっては少し突き放した感じにも聞こえるんですね。全然興味ないから知りません、どうでもいいですっていう風にも聞こえますので、他にですね言い方を知ってる方がいいと思います。そこでよく出てくるのが I'm not sure、I'm not sure。 これは確信がないっていう意味なんですけど、日本語で言うとどうなんでしょうかねっていう答え方になりますね。 Do you know how old he is? I'm not sure。 どうなんでしょうかね。これよく使いますね。あとですね、さっぱりわかんないねっていうような表現に近いのが I have no idea、 I have no idea とか I have no clue、 I have no clue。 略して No idea、 No ideaNo clue、 No clue、 これだけでもいいです。あとちょっとカジュアルなんですけども、アメリカ人っぽく Who knows、 Who knows、 誰が知ってるのっていうことで、誰も知らないじゃないっていう意味ですね。 Who knows、 Who knows。 あとですね、面白い返しの表現があります。 Do you know what time we can live here? Do you know what time we can live here? って聞かれてですね、 I have no idea とか I don't know って答えてもいいんですけど、Wow, I have the exact same question. I have the exact same question. 私も同じように思ってたんですよ。っていう風な返しでですね、話を進めていくっていうの面白いと思いません？これ結構いいですよ。あとこんな面白いフレーズもあります。Do you know where he comes from? Do you know where he comes from? この答えがですね、Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine.って言うんですけども、これ最初聞いた時ね、ちょっとよくわからないなと思ったんですけど、あなたの推測は私と同じぐらいという意味なんですけども、 I have no idea、 I don't know と同じ意味なんですね。これね、結構映画とかで聞いてかっこいいなと思ってたんですけどね、おしゃれなフレーズですね。 Your guess is as good as mine、 Your guess is as good as mine。 ということでですね、今日は I don't know の代わりになるエクスプレッションを勉強しました。それではためになったなと思われる方はいいねをお願いします。まだ登録をされてない方はぜひよろしくお願いします。それでは See you! チャオチャオ。